方が多いと思うので、自己紹介をさせていただきます。普段シンガーソングライターとしてアーティスト活動をさせていただいております。漢字で桜に空で桜という名前で、アーティスト活動をさせていただいています。よろしくお願いいたします。そうですね、ありがとうございます。私は三重県出身の、三重県出身で活動をしているんですが、6月の7日8日9日と3日間諫屋大通公園で行われる手羽先サミットの、サポーターアクトレスとして、就任をさせていただいて、今日このような歌わせていただく機会をいただきました。初めましての方も多いと思うので、よろしければ足を止めて気になっていただけた方は聴いていただけると嬉しいです。2曲目早速歌わせていただきたいと思います。白色お願いします。
離れず生きた道こそが本当のあなたを作るから、さあ一緒に進んでこう。何か絵合わせなんてしなくていい。光さす方へ駆け出そう。本当のあなたの色を塗り出し、もう次でラストの曲になっちゃうんですけども、ラストを歌わせていただく曲は、5月の26日に ZEP 名古屋で歌うライブが決まっておりまして、そちらの ZEP 名古屋でのライブとともに発売されるセカンドシングルの、頑張る君へという歌を歌いたいと思います。ZEP 名古屋は皆さんもご存知の方もいると思うんですけど、とても大きくて歴史ある、ライブ会場になっております。もしよろしければ今日フライヤー等もありますので、物販もさせていただくので、そちらでよろしければ、詳しいこと聞きたいなという方は聞いていただけると嬉しいです。それでは最後の曲になります。聞いてください。頑張る君へ。覚えていただけると嬉しいです。幼き頃描いていたなりたい自分になれてますか。遠回りばかりで疲れたよね。お疲れ様。喜びは勝ち合った日、大声で怒った日、超えてないくらい泣いた日、痛いくらい笑った日、喜怒哀楽ずっと回る中で、未来と進む未来が輝くさ、この手振りまくろ、ずっと続くあなたのストーリー、後悔してもいいさ、そのまま進め。景色が七変化するこの世界で描いてくあなたのストーリー。どんな小さなことだって報われるから、迷わず進め。幼い頃に描いてた将来の夢やなりたい自分を重ねて聴いていただけると嬉しいです。幼き頃憧れていたなりたい姿になれてますか。こんなんばかりで疲れたよね。立ち止まった日、殻の中閉じこもっても揺らがず抱いてた夢、右左前後ろわからなくなっても時は進んでおります。未来が輝くさ、この手振りまくれ、ずっと続くあなたのストーリー。
ください。この後物販に行くのでよかったら皆さんお話ししてください。ありがとうございます。さくらでした。